桜市民の皆様こんにちは、サンフレッチェ広島のアンバサダーをしております森崎浩二です。私は現役時代に、まあ、うつ病を発症しました。まあ、その当時振り返ると、まあ、まずやっぱりこう睡眠がなかなか取れなかったり、まあ、睡眠障害ですよね、いわゆる、はい、そういう症状も、出ましたし、それからまあ食欲が湧かなかったり、なかなかこうやる気が出なかったり、まあ、気分がずっと沈んでいたり、あとこう思考力もなかなかうまく回らないというか、ずっとこう何かこう頭がぼーっとしているような状況で正しい判断ができないような、まあ、症状でしたり、まあ、そういった症状をこう経験しました。まあ、経験した中で、まあ、非常に苦しい時間でしたけど、まあ、いろんな方の、支えが、まあ、自分の、こう力に、支えになりました。はい、まあ、そのうつ病発症して、僕自身こうトレーニングに、行くことができない時期もあったんですけど、まあ、当時 その監督、まあ、外国人監督で言えばミハイロ・ペトロヴィッチ監督でしたり、まあ、今、現日本代表監督の森保監督が指揮を取られていた時期に、僕はまあ個人的にこう相談に行って、もうちょっとトレーニングするのが難しいと、まあ、そういう相談をした時に、もうお二人が共通して言ってくれた言葉が、もう僕の好きなようにやっていいから、もう休みたかったら休んでいいよっていう、休養してもいいよってまず言われたのが、自分にとっては非常にこう心の支えというか、すごくこう気持ちが楽になったっていうのは、まあ、当時覚えていて、で、まあ、何がこう一番支えになったかっていうところと、まあ、サッカーを続けられたかっていうと、まあ、やはりこう家族の一番身近に、支えてくれた、まあ、家族の存在っていうのが非常に大きくて、まあ、妻もすごく支えてくれましたし、それから、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、チームも、サンフレッチェ広島というクラブが全体が僕自身を支えてくれましたし、あとまあまあ、僕は双子なんですけど、双子の兄にも支えられて、いろんな方の、まあ、支えがまず大きかったっていうことが、まあ、1点挙げられるかなと思いますし、あとは本当、続けられた理由は、まあ、もちろん家族がいるっていうことが、まあ、僕にとっては一番の、まあ、一番しんどい時期に。やはりこう家族の存在というのがやっぱりいつもこう頭にあったので、まあ、そこが非常に大きかったかなというふうに思います。まあ、常にこう子供っていうのはパワーもあって、まあ、エネルギーもあるので、なんかその、まあ、娘2人いますけど、まあ、2人のために自分は頑張らないといけないなっていう、まあ、やっぱ思いに一番苦しい時にでさえ、やっぱそういう気持ちっていうのは多少なりとも湧いていたので、まあ、本当に僕自身がその病気を抱えていた時期っていうのは、まあ、自分自身が本当に苦しかったんですけど、まあ、そういう家族の存在っていうのは本当に、こう乗り越えられた、まあ、まずは原動力になったかなというふうに思います。そうですね、もう本当サッカー選手引退して、まあ、自分にはこう何ができるんだろうかっていうのを最初にこうワクワクする気持ちよりも不安な気持ちの方が大きかったですけど、まあ、そういった中でも自分がこう、まあ、サンフレッチェのこう魅力を伝えていったり、まあ、PR していくっていう、まあ、そういう、 こう、まあ、役職というか、そういう役割を
引退してから担っていて、まあ、そういった中で、まあ、広島がもう本当に9割5分ぐらい広島で活動しますけど、まあ、テレビやラジオに出演させていただいたり、あとやはりこうイベントに出演させていただいたり、まあ、サッカー解説等もさせていただく中で、まあ、まずやっぱりこう自分のことをまず自分が一番好きでいたいなっていう、はい、病気してる時は結構こう自分のことが嫌いになっていた時期がすごく多くて、常にこう不安を抱えながら自己否定をしながら過ごしていたなとは思うんですが、まあ、引退してからはもうとにかく自分のことを好きでいたいっていう思いと、まあ、自分のことをどんどん褒めていこうっていう、まあ、これが本当今の、まあ、自分のその病気をしてからの、こう、 うまく自分をコントロールしながら付き合っていけてるなっていうのは、まあ、自分の感覚でもしっかりと思って活動できているので、まあ、本当こう精神疾患の、ね、ある方々っていうのはまず多分自己否定とか自分のことが嫌いになられる方が多いと思うので、そこをねこう自分を嫌いにならずに自分のことを好きであってほしいなって、まあ、そういうふうに伝えたいなと思います。はい、はい、まあ、私自身もおそらくそのうつ病を発症して、まあ、サッカー選手時に、まあ、一人の力ではなかなか乗り越えられなかったとは思うんですけど、やはりこう苦しいことでしたり本当に辛いことがあれば、まあ、まずこう、一番身近な信頼できる方にもう本当にこうさらけ出して相談してもらいたいなというふうには思います。はい、一人で抱え込まずにみんなでこう支え合いながらその病気と向き合えれば必ずまた自分が思い描くような、まあ、人生を歩んでいけるんじゃないかなと僕は思っているので、はい、自分を信じて、はい、突き進んでほしいなと、前を向いて、はい、欲しいなと思います。